吉田サラダです。 We love スワローズということで、今日は急遽動画を撮らせてもらっています。試合もなかったんでね、本来なら撮るはずはなかったんですけども、塩見選手についてお話ししたいと思います。今ねツイッター上とかで塩見選手に対する憶測とかがめちゃくちゃ飛んでるんですよ。それでね、塩見選手についてちょっと話したいんですけども、その塩見選手の憶測が流れる原因になったのが、この前の試合後の高津監督の談話なんですけども、塩見選手がね、試合前の練習に参加してなかったことについて、今から話し合う、詳しくは言えない、ここまでだったら怪我かなと思うんですけども、というか今は何も分かっていないとおっしゃったんですよ。だからその言葉があったんで、みんな憶測が飛んでると思うんですよね。もしかしたら怪我じゃなかったら、これ事件事故に巻き込まれた可能性とかもあるんじゃないかとかね、そういうのもあってどうなんやろうっていうのがあるんですけども、まあね、塩見選手一回ね雑誌に載っちゃってるっていうのもあるんで、プライベートのことはねめちゃくちゃ気をつけてると思うんで、そういう系ではないと思うんで、怪我なんですかね、怪我の言い方じゃないような、めちゃくちゃ不安になっております。塩見選手って言ったらね、我がヤクルトスワローズのね、もう若手期待の選手ですから、もう怪我されても嫌やし、事件事故に巻き込まれても嫌やし、もう何やったんやろうって、もうモヤ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 してます。一番ねいいのは、なんていうか理想なんは、怪我でも事件事故でもなく、ただの寝坊で練習遅れて、で怒られて一回下に落とされる、それやったらいいんですけどね。そう願っております。事件事故怪我は嫌です。なんかね、また情報を待ちたいと思います。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。